ウルトラマンは樋口真嗣の監督作品なんです。シン・ウルトラマンは僕ね、割と不安材料が多い、不安だなと思ってるんですけど、何かっていうと樋口真嗣の監督作品の進撃の巨人とか日本沈没がいまいちだったからなんですよ。両方とも僕すごい期待してたんですけども、いまいちだった。僕にとっていまいちだった。それはなんでかっていうと、現場とか企画段階で気を使いすぎで、あの人本当に人に嫌われることがあまりできない人なんですね。だからシン・ゴジラの時間に入って大変だったわけなんです。逆に言えば樋口真嗣がいない庵野秀明はちょっと無茶なものを感じるんですよ。それで実写の現場行ったら庵野無理なんじゃねえかなって思うんですけども、庵野秀明のいない樋口真嗣っていうのもですね、現場で嫌われても構えないという、なんだろう、監督として割と振る舞えない。樋口真嗣ってイメージがすごいのに、そのイメージをそのなんかボンクラのカメラマンとかボンクラの照明とか何も分かってない俳優とか偉いプロデューサーの言うことをやっぱりね、割とハイハイ聞いちゃうんですよ。だからなんかね、ちょっとね、シン・ウルトラマン不安だなっていうのが一つ目で、二つ目がですね、庵野秀明の不安なんですけども、シン・ウルトラマンではですね、庵野は企画とあと脚本なんです。企画と脚本を抑えてるから大丈夫かなっていうふうに思うんですけども、でもね、アーヤと魔女を思い出してください。宮崎吾郎最新作、ジブリ最新作、あれね、宮崎駿が企画脚本なんですよ。宮崎駿が企画脚本だから、もうこれまでの吾郎と違うと思ったら、アニハが今までと変わらずです、ね、相変わらずです、ね、60点の映画を作るじゃないですか。合格点ギリギリの映画作ってくるから、やっぱね、アヤと魔女もそんな面白くなかったんですよね。で、新エヴァでもですね、庵野秀明って作画に入った後でどんどん脚本を変えてるし、まあ、絵コンテ書かないって言っときながら、脚本をあんなに変えてしまうんでですね、庵野作品の脚本の面白さって、脚本の後の作り込み、あ、これもダメだってひっくり返してどんどん新しくしていくところだと思うんですけども、それがシン・ウルトラマンでは企画脚本のみだからどこまでできるかなんですよね。だから現場にはタッチしない、してこないだろうけども、企画やってるってことはどの俳優にどんな役をやらせてどんなセリフを喋るのかまでは介入してるだろうと思うんです。だからどうなるかっていうのは不明なんですけども、まあ予告編見たらね、すごいワクワクするんです。面白そうなんです。あれはもう樋口作品ではいつものことなんです。日本沈没もね、進撃の巨人も予告編だけ見たらすごい面白そうなんですよね。だからシン・ウルトラマンにあんまり期待しないようにしてるんですけど、まあまあ、それに比べてシン・仮面ライダーは期待できるって話なんです。